それちゃん強いよ。え、これ3344、これ面白い。許す、先手の人が有利になっちゃうからってやつでしょ。だから慣れてないシロちゃんを先手にしよう。どうやって先手決めるの。あ、私が決めた。あ、本当だ。空女神、空大天使に。まあまあってことは余裕でしょ。まあってことはね、余裕のはずなんですよ。皆さんいいですか。そうですね、こう余裕じゃなきゃね、おかしいんですよ。余裕なはずですから。なんかソラちゃんに挟まれて嬉しいな。違う違う、そういうゲームじゃない。そういうゲームじゃない。ゲーム性が違うよ。そうだよね。うん、そうだよね。囲碁だとこれ白すごい取られそう。あ、やだ。ルールが違うよ。奥さん、あ、ちょっと変なとこ行っちゃった。やばいやばい。やだ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 。もっと遊ぶ。返さない、帰らない、帰さないじゃない、帰らない、返さない。もう帰らないから、迷惑。帰りまてん。気づいてなかったの、もしかして自分で。気づいてなかった、全然気づいてなかった。あ、そんなとこで来てたんだと思って今。これそっちゃん、そっちゃんそっちゃん、シロとさ、勉強の家に住む。一緒に住む人募集中です。誰かよりルームシェアしてください。ルームシェアしてくれないと家賃が払えます。なにこの位置。ごめんシロちゃん。いいんだソラちゃん、ソラちゃん。いや、私気づいてんだ、気づいてたそこをやってんのかと思ってた。5つ。そうだ、ソラちゃんは実家住みなんだった。ソラちゃん何の話してる。そう、そこがね、敗因です。皆さん聞いてください。シロが弱いのではなく、ソラちゃんが箱入り娘と大事に育てられていることが悪いので、聞いては親御さんが悪いんです。ごめんなさいママ。